米沢町商店街というわけで今日もやってきました。1、2年前ぐらいかな、撮影、この商店街撮影したんですけども、また改めてね撮影しようかなと思います。真庭市落合の中心部になります。まだ昔ながらのねアーケードがまだこの上に残っているということで、まあ、このねエリアね、すぐ後ろに旭川が流れてるんですけど、それこそ、昔の時代は高瀬船が出入りしてたということで、結構ね物流が盛んだったということで、結構ね昔ながらね商店があります。そういうこともあって、こういう商店街、昔ながらの商店街が、残っているということで、行きましょう。そんなに大きい商店街じゃないんですけども、ほぼ一直線というかもうストレートな感じで伸びてるこの商店街なんですけども、やってるお店あったりやってなかったりしてるお店あります。仏具店、タンス、梅田屋の洋菓子、ちょっとこっちね今日行ってみようかなと思います。以前もね来たんですけども、前はカステラをね買って帰りました。これもグラムリーですよね。ありがとうございますね。どうしようかな、グラム。あ、別に料金を指定してできたりもするんですかね。なんかちょっと。大丈夫です。はい。じゃあちょっとあれなんですけど、200円ぐらいっていけますかね。もうなんかちょろちょろみたいな感じでいいんで。はい。パッケージですと、やっぱりこちらのタイプがよく出ますね。あとはこの豆。あ、じゃあ。その3つを200円分ぐらいいけますかね。すいません。あ、前はね、羊羹を買った、カステラ買って、はい、なんかちょっと軽く買えるようなものってありますかね。落合ですね、まあ一番昔のガンダムの落合カステラのこちらで、ああ、じゃあそれ一つ、はい、お願いします。260円のプライスでございますね。はい、ありがとうございます。ここの店長いですよね。そうですね、まあ、130年ぐらいですよね。もう高瀬船とかが通ってた時代ですかね。そうですね、はい。はい、ありがとうございます。久々に来たんで。いえいえ、はい。よし。というわけで購入いたしました。ちょっと開けてみましょうかね。はい、助手席からで、申し訳ないんですけども、ちょっと中開けていきましょう。今回はね、こういう落合羊羹ですね。見えますかね。結構固めなパッケージに入ってます。硬いな。で、まあ一般的なね、これはまあせっかくの、あれなんでお土産用にね買いました。
もう昔ながらのね、そのこういう、まあ、お菓子を、グラム売りで、やってるということで、昔の駄菓子屋さんはなんかそんな感じで、駄菓子屋というかお菓子屋さんです。でちょっと開けていきましょう。あ、これがあの店の、お袋ですね。中身がもうこんな感じ で、 でちょっと開けていきましょう。おっと、こんな感じかな。こういう結構硬いめな、あ、おお、こういう感じですね。おお、いよっか、こんな感じです。もうお餅みたいなね感じです。ちょっとこれ多分包丁とかで、切っていただくのかなと思うんですけども、ちょっと今日はこういう状態なので、ちょっとめちゃめちゃ申し訳ないんですけども、ちょっといただきます。あ、うん、あ、美味しい。うん、よく一般的にあるそのなんだろうな、水気のあるというか水分量が多い感じじゃなくて、なんだろうな、普通にあんこをすりつぶしてもう砂糖で固めたような、ちょっとなんか硬さがある。うん、無駄な水分がないという。うん、これがお茶と合いそうなね感じでございます。いう感じでございました。非常にね、値段もね安くて、400ちょっとぐらい、まあ、500円ぐらいのもありますけど、500円ぐらいとかね、それぐらいの価格なので購入しやすいかなと思います。ぜひね、お土産とかにおすすめしたいなと思います。ありがとうございました。今年の抱負は、今年の抱負は。